バル、ある小山店舗が愛観バル、小賀店舗が愛観バル、小賀店舗が愛観バルは、東日本旅客鉄道の子会社である、宇都宮ステーション開発が運営する、駅ビルである。開業当時は、小山ステーション開発が経営していたが、2004年4月1日に、宇都宮ステーション開発と合併し消滅した。2015年4月1日からは、宇都宮ステーション開発は株式会社後れの、 子会社となり、投資施設の経営はアトレに移行された。宇都宮ステーション開発はアトレから運営を委託される形となっている。なお、アトレは、宇都宮駅、ビル、パセオも運営している。栃木県小山市の小山駅構内のバル小山と、茨城県小賀市の小賀駅構内のバル古川の2店舗がある。バル小山は、小山駅の新幹線高架下,下を利用した3階建ての、 店舗となっている。ファッションランド、小山駅ビルの愛称で新駅舎の完成後の1979年に開店した。2004年12月には隣接する小山駅西口再開発ビル、ログレとの連絡通路が完成した。東北新幹線橋脚耐震工事のため、2006年5月より各フロアごとに全面閉鎖されている。 第一期工事として2006年5月から10月に1回南側を閉鎖した。第二期工事として2006年10月から2007年2月に1回北側を閉鎖した。2007年2月より同年6月にかけて2回と3回の南側一部を閉鎖し耐震工事を施行し、2008年5月時点では2回を全面閉鎖して工事が施行されている。 バルコンガの生鮮食料品売り場では街中店舗としてスイカが決算手段として利用できる。ありがとうございます。